こんにちは。見続けると鬱になる顔面でおなじみ、キリンですー。はい、ということで今回は最後まで見れないとか言いつつも面白すぎて結局最後まで見てしまう衝撃展開鬱アニメをご紹介していきたいと思います。ネタバレも含むのでご注意ください。新世紀エヴァンゲリオン。1995年に放送されて以降、日本中で大きな反響を呼び、一大ムーブメントを巻き起こしたことでも有名なアニメ、新世紀エヴァンゲリオンは、ある機関によりパイロットとして選出された14歳の少年少女たちが、ロボットをもとい巨大な汎用人型決戦兵器に乗り、突如として出現した謎の存在、使徒を倒すため戦いを繰り広げるといった内容の作品です。放送当時はよくあるロボットアニメと評価されていたため全く話題にならなかったらしいのですが、最終回が近づくにつれ難解で複雑なストーリーが多くなっていき、しまいには打ち切りとしか思えないような斬新なラストを迎えたことで視聴者の間で賛否を巻き起こし、結果大きな注目を浴びることになりました。そんな本作にはグロテスクなシーンや鬱なシーンが多く、中でも主人公である碇シンジの不憫さや彼を取り巻く人間関係のひどさに心を痛める人が多いようです。また使徒に乗っ取られ暴走した友人の機体を破壊するよう命じられたり、唯一の理解者になり得たかもしれない人物を殺害したりといった悲惨なシーンが存在します。その上、テレビ本編の最終回を補完するために制作された劇場版では、ヒロインの一人が乗る機体が敵に貪り食われ、中身がむき出しになるといったインパクトの強いグロテスクなシーンもあるため、ショックを受ける人も多いとのことです。ですが、作品としてのクオリティが非常に高いため、昨今では世界的にも人気があり、放送から20年以上経った現在でもリメイク作品が作られるほどです。ちなみに2020年公開予定の新エヴァンゲリオン劇場版ですが、当初の公開予定日は2008年初夏だったそうです。そして噂によると新キャラとしてキリンゲリオン初老期が登場し、ファイナルインパクトを起こすとか起こさないとか。鋼の錬金術師。こちらは原作のストーリーを基準に2009年に放送された鋼の錬金術師プロメテオ・アクロスのことではなく、原作のストーリーをもとに独自性の強いオリジナルストーリーで構成された2003年放送の鋼の錬金術師についてですが、こちらの作品はトラウマになりかねないような陰鬱で悲惨なシーンが多く存在します。というのも本作は原作である漫画が連載開始してからわずか2年でアニメ化されたということもあって、原作の序盤に見られた暗いストーリーがアニメのベースとなっており、その影響もあって描写が全体的に暗くなったそうです。またいわゆるアニオリ作品であるためファンの間でも賛否が分かれるのですが、本作は原作に忠実なアニメ2期よりもダークファンタジーとしての側面が強いため、未だに根強いファンから評価されているらしいです。特に原作屈指の鬱エピソードと名高い、ある国家錬金術師とキメラをめぐる物語では、主人公であるエルリック兄弟が錬金術師としての国家資格を取得するまでこの物語の舞台となるタッカー家に居候するという改変が行われているせいで、原作以上に悲惨な結果を迎えることになります。またこの他にも主要人物の一人であるロイ・マスタングがヒロインの両親を過去に殺害していたといったようなネガティブな改変が多く存在しています。地獄少女。2019年秋に実写映画が公開予定の地獄少女は、2005年にアニメが放送されて以降、現在までに4作品も制作されている大人気シリーズで、深夜0時にのみアクセス可能となる都市伝説上のウェブサイト地獄通信に晴らせぬ恨みを書き込んだ依頼者たちの人間模様を描いた作品です。恨みを書き込んだ依頼者の前にエンマ・アイと名乗る赤い瞳の少女が現れ、契約の証として首に赤い糸が巻かれた藁人形を託すのですが、この糸を解くと恨みが晴らせる代わりに自分も死後地獄に落ちるという代物のため、依頼者たちは復讐心と自制心の狭間で葛藤します。こういったコンセプトのもと制作されているため、作風は常に暗く鬱な展開も多い上に、中にはファンから地上波でよく流せたなと恐れられるようなエピソードもあるほどです。その上、登場人物が作中で恨
みを晴らしたとしても物語の構成的に視聴者が達成感や爽快感のようなものを得られることはほとんどないため、基本的にどの話も後味の悪いバッドエンドにしか見えないとの意見が多いようです。またただ恨みを晴らすという単調な物語が連続するわけではなく、本作のテーマである復讐という行為を問題提起したり、依頼者が最終的に自らの手で恨みを晴らしたりといった視聴者が考えさせられるような回も用意されています。復讐は悲劇しか生まないが、復讐は暗記をはかどらせる。ブラックラグーン。犯罪がはびこるタイの架空の都市ロアナプラを舞台に、金さえ積めばどんな荒事でも請け負う運び屋ラグーン商会の活躍を描くブラックラグーンは、クライムアクション作品という性質上、銃撃戦やマフィア間の抗争といったエンタメ的な要素の強い作品なのですが、意外なことに後味が最悪な鬱展開も存在しています。特に双子編と呼ばれるエピソードでは、殺し屋に育てられ精神が歪んだ男女の幼い双子であるヘンゼルとグレーテルが本作の主要キャラクターの敵として登場し、殺戮マシーンとして地獄絵図を作り上げるのですが、悲惨なバックボーンがあるせいで、一度でもこのエピソードを見た人からは視聴するのが精神的にきついとまで言われています。その上結末も最悪で、一人は双子が殺害する予定だった人物から狙撃され出血死し、もう一人は逃亡先で頭をぶち抜かれて殺されるというインパクトの強い幕切れだったため、放送当時原作未読者の間で大きな反響を呼ぶことになりました。またヤクザとロシアマフィアとの抗争を描いた日本編では、鷲峰組前組長の娘でありながら極道の世界から離れ一般人として暮らしていた女子高生鷲峰幸男と彼女の護衛についた組員松崎銀次が組織間の利害の不一致により発生した抗争に巻き込まれてしまいます。両者は抗争を終わらすため尽力するのですが、その結果銀次は散っていった仲間のために本作のヒロインであるレビーに決闘を挑んだことで絶命し、鷲峰組の組長となった幸男はこの抗争に終止符を打つため自決するという悲惨な結末を迎えます。サイコパス。キビュラシステムと呼ばれる AI により管理された近未来の日本で、犯罪者を取り締まる公安局刑事課一係の活躍を描いたサイコパスは、2012年にアニメが放送されて以降、クオリティの高い作画や巧みなストーリー構成が話題を呼び、今年の秋に第3期にあたるアニメが放送されるほど人気の高い作品です。踊る大捜査線の監督や世界的に高い評価を得ている刑事物アニメに携わったクリエイターらが参加している本作は、人間の精神が犯罪係数という形で数値化される、いわばディストピア的な管理社会が舞台となっています。そのため犯罪係数が規定値を超えているものは潜在犯とみなされ、社会から隔離され専用の施設に収容されたり、数値を下げるための治療が行われるため、この世界には基本的に犯罪者は存在しないのですが、中にはシステムの目をかいくぐって犯罪を行う者もいるため、その対抗措置として主人公らが所属する公安局が存在しています。また中には免罪退出者と呼ばれる犯罪係数がほとんど変動しない者もおり、本作において主人公らの敵として位置づけられている牧島翔吾は劇中で多くの犯罪者に手を貸し、各地で異常殺人を引き起こしています。そのためグロテスクな描写や鬱なシーンが多いため、人を選ぶ作品ではあるのですが、物語は非常に面白いためおすすめです。はい、ということで今回こんな感じなんですけど、この動画を見て鬱になったという方に、キリンの動画を1日10分一生見続けることでさらに鬱がひどくなってそのうちひっくり返ると言われているキリンセラピーをご案内します。ということで対象者は高評価とチャンネル登録、ツイッターのフォローをよろしくです。終わり。はい、賢者タイムなんですけど、ですね、エヴァンゲリオンの新劇場版の3作目ですね、なんか超展開がすごかった、あれをですね、友達と当時ですね、映画館に見に行ったんですけど、僕はですね、なんかやっぱエヴァンゲリオンって分かってる風を装いたいじゃないですか。やっぱ、俺分かってますよっていう手をやっぱ取りたいんで、やっぱ、友達の前では。新劇場版3作目を見てですね、いや、これは、奥が深いよねみたいな、いや、これがこうでさ、ああなってさ、あれだからさ、みたいな、めちゃくちゃなんかその分かってる風に、あ、
エヴァンゲリオンこう来たかみたいなね、なんか風をね、そういう風をね、装ってしまったんですけどね、よくよく考えるとね、全然意味がわからなかったんですよね。はい。帰ってからね、ちょっとなんか、スマホとかでなんかいろいろ見たりしたんですけど、はい。まあ、それを、まあ、なんていうんですかね、その強がってる自分に対してですね、やっぱ鬱になりましたよね。鬱になって。それ、かれこれ何年ですかね、もう鬱が抜けないですよね。でも、やっぱそこでね、立ち止まってちゃ、やっぱ、自分のね、一歩前に進んでいくことができないんで、僕はあるね、行動を起こそうと思ってね、あることを始めました。それはね、ランニングです。はい。ランニングはね、結構良くてですね、やっぱセロトニンの分泌とかを促してね、やっぱうつ改善にもね、まあ効果がかなりね、期待できると思うんでですね。はい、ぜひ皆さんランニングしましょうということで、さよなら。